てさっぱりしたでしょ。私たちのフィナーレに邪魔そうなものはみんな綺麗に片付けたの。つまんないな。あっちにいれば少しは長生きできたかもしれないのに。まあ来るかなって思ってもいたんだけどね。どういう意味だ。やり残したこと思い出しちゃってさ。だからちょっと待ってたんだ。やり残したこと。私をきちんと消しとくの忘れてたから。彼女の力はほとんど奪ったんだろう。うん、でもまだダメだって。力を奪ってもそいつはまだ生きてるもの。私の半分がカオス様に配役してるんだよね。私たちミーメリアにとってお父様とでも言うべきお方。それって困るんだよね。どっちかにしようよ。二人もいらないでしょ。どうして元は同じ存在なのに分かり合えないの。こんなやつを理解しろっていうの。一時の感情でお父様を簡単に裏切っちゃうようなやつを。全部私がやったのよ。ただ待ってるのも暇だったから前線のやつらをめちゃくちゃにしてやったの。すっごく楽しかった。威勢がいいのは最初だけだったわね。統制を失ってからは惰性で戦って無様に逃げ惑って這いつくばってさ。笑いながら死んでったやつもいたのよ。はそうそう、惨めに命乞いしたやつもいたわ。あれはおかしかったな。ね、わからないでしょ。ええ、あなたの趣味の悪さだけはわかりましたけど。半分はあんただっての。まあ、あんたたちをめちゃくちゃにするの今さらやめる気ないからいいけどね。それともこう言ってほしいわけ。ねえ、今からでも遅くないわ。カオス様のところに帰りましょう。私はこれが一番おすすめなんだけど。メビウスもサマリルもどうでもいいわ。二人で今度こそお父様のお役に立ちましょう。そうだ、こいつら倒してマキを持っていくの。もう用済みだけど、あいつらに渡すよりはずっといいかもしれないでしょ。カオス様なら有効活用してくれるかもよ。ね、ミーメル。お断りします。私はもう二度と闇には戻りません。父のもとに。ほら、ね。分かり合えるわけないじゃない。あたしか、あんたか。どっちがこの先生きるにしろ。お互い生きてちゃ邪魔だものね。生き残り一人でいいものね。ええ、その通りです。ミーメル、本当にいいのね。はい、最初から分かっていたことです。しかし、相入れないもの。共に生きる道を探すだけ無駄なんです。わかった。
ミーメルは決めたんだね。なら私ももう迷わない。ガリオス、力を貸して。もとより承知、小娘、覚悟してもらおうか。知り合いと全く同じ顔ってのはちょっとやりにくいよ。本人がいいと言っています。遠慮なくやらせてもらいましょう。ってわけだ。悪く思うなよ。俺も孫の顔くらい見ておきたいんでね。同じ父親思いの娘が敵なんて、僕としてはちょっと複雑だけど。しかし立ちふさがるのならば蹴散らしていくのみです。よくここまでお兄ちゃんに尻尾振ってついてきたわね。でも君まで犬死にしなくていいのよ、弱虫のニール君。はあ、あんたミーネルの中で何聞いてたわけ？俺は兄ちゃんを守るって決めたんだよ。いつまでも後ろにくっついてるだけのガキだと思ってんだよ。生まれ変わったニール様を見せてやるぜ。お前みたいなのに好き勝手やられるとたまんないんでね。平穏を望む人々のため、残念ですがあなたには消えてもらいます。本当は私が私の中の闇ともっときちんと向き合うべきでした。こんな形で話すことになるなんて思いもしませんでした。あんたが先送りにして目を背け続けてきた結果よ。そうですね、後悔しています。出せなくていい犠牲をたくさん出してしまった。そんなもの何になるとあなたが笑うでしょうけれど、原因は私なら責任を取るのも私。私は私たちの罪を償いたい。遅くなりましたが、今度は後悔する前に私の手で終わらせてあげます。あなたは私が撃ちます。もうミーメルを一人で苦しませない。悲しみも憎しみもここで終わらせよう。いいわね、歴史になすら残さない戦いよ。我はミラ、閲楽の闇夜に作られし夜露の娘。最良にして最悪、最強にして最後の打作、我が父に配役せし娘、唯一の片割れ、歓喜の闇にまつろわぬ人の子よ。さあ私を超えてみなさい。私の番ね。ほら、行くわよ。
これでだよ。私やります。続きなさい。ありがとう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 。みんな、続いて。ありがとう。ありがとう。助かったわ。ありがとう。助かったわ。ありがとう。ついてきな。サンキュー。行くぜ。ありがとう。私の番ですね。続いてくれ。
私を超えてみなさい。ついてきな。それ本気かい。嘘だろ。ありがとう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 。助かったわ。続いてくれ。私を超えてみなさい。逃がさないわよ。ふらー、切り裂きなさい。
まだいける。この程度でこんなところで倒れるわけには。お、俺の出番だな。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ギャッ！任せろって。続いてくれ。ついてきな。さあ、私を超えてみなさい。逃がさないわよ。
の程度で。闇よ、切り裂きなさい。行くぜ。皆さん、お願いします。みんな、続いて。ありがとう。ありがとう。ありがとう。行くぞ。続いてくれ。皆さん、お願いします。さあ、私を超えてみなさい。逃がさないわよ。闇、切り裂きなさい。まだいける。ところで、倒れるわけには。身の程をわきまえなさい。お、俺の出番だな。行くぜ。みんな、
続いて。ありがとう。ありがとう。ありがとう。行きますよ。続いてくれ。皆さん、お願いします。続きなさい。私を超えてみなさい。引き裂かれし魂が示す世界にあるべきものが。なかなかやるね。世界により選ばれるならば、この力こそが真実。消えなさい。ヘレティックノヴァ。闇よ、切り裂きなさい。私としたことが。ありがとう。アンガトナ。
行くぞ。続いてくれ。私を超えてみなさい。Thank you.
かるし、魂が示す世界にあるべきものが。まだいける。世界により選ばれるならば、この力こそが真実。消えなさい、ヘレティックノヴァ。闇を切り裂きなさい。なかなかやるね。まだいける。なかなかやるね。まだいける。したことが続いてくれ。命を紡ぐため、思いを未来へつなげるために。僕の命を闇を切り裂く刃となれ、シャイニングストライク。あ、何かした？そろそろ脇役には黙ってもらわないとな。安心して、言いたくしないからすぐに終わらせてやるよ。行くぜ、一撃必殺ファイナルシュート。まだ何かした？俺の瞳に乾杯。天を染める清浄なる炎のきらめき、その尽きることなき輝きで大地を照らし、苦情を浄化せり、ルミナリーフレア。
目障りです。ギャッ！やっ！これ許さない。そこだ！ギャッ！へっ！この程度で。ところで倒れるわけには。ここまでか。そう、世界はあなたを選ぶのね。そしてあなたに選んだのは、もう二度と振り向かない。行きなさい、ミーム。あなた、皆さんお願いします。我らを創造せし光の恩手よ、汝の子に永劫に続く闇を照らす光を与えたまえ、エターナルクロス。終わったの？いや、まだ。私は終わる。ここで終わってしまう。だが忘れるな。お前の行く道は同胞たちの骨と血肉でできていることを、人のおだくと傲慢からできていることを、そのむくろを踏みしめて行くことを。ミーメル、これは彼女の中で力が暴れているんです。負けぬ魔力、無理に取り込んだ力を抑えきれなくなっています。どうすれば止められる？私の力を、残った全ての力をぶつけてみます。うまくいけば相殺できるかもしれません。そんなことができるのか？できません。けれど私と彼女はもともと同じ存在、やってみる価値はあると思うんです。それと、あ、僕も行くよ。レオンが？どういうことなの？僕とミーメルはわずかではあるけれど魂がつながっている。それはミラともつながっているということ。ミーメルがミラの抑制になるなら、僕の力はその助けになる。行こう、ミーメル。
僕は君を助けたい。ごめんなさい、レオン。あなたの力、私にください。ミーメル！レオン！ここは…レオニス、大きくなったな。父さん…それに母さんたちまで…どうして？ミーメル、お疲れ様。よく頑張ったな。ジーク、ごめん。ごめんね。あなただけでなく、レオンまで。平和な世界を見せてあげるって、そう約束したのに。もう何も言うな、ミーメル。俺もレオニスも。自分の役目を果たしただけだ。君が悲しむことは何もないんだよ。僕の役目？そうか。僕は…父さん、ごめん。父さんたちが僕に託してくれた世界で平和を築くことができなかった。でも、その足掛けには慣れたはずだから。ああ、お前のことはずっと見ていたよ。本当に、今までよくやったな。でも、ごめんね。謝らないで、ミメル。これは僕が決めたことなんだ。後悔なんてしてないよ。それに、君と一緒なら怖くない。うん、私も。命は紡がれるもの。命の途切れることなく続いていく。いつかまた新たな世界が生まれる。その時まで。行こう。そして見守ろう彼らの明日。
ちゃん。ミーメル。兄ちゃん、ミーメル。そんな、嘘だろ。どこ隠れてんのさ。ちっこいの。ちょっと変な冗談やめようよ。こんなのやめてよ。ニール、もう分かってるだろ。二人はわしらを守るために犠牲となってくれたのだ。それでいいのかよ。そんな言葉で済ますのかよ。兄ちゃんもミーメルもいないんだぞ。もう会えないんだぞ。なんで納得してんだよ。そんな言葉で埋められるのかよ。ニール君。シャルミーニさん、前に言ったよな。こちらでは生贄なんて当たり前ってさ。これでも生贄なんて当たり前って言える？辛いのは皆同じです。だって、そうやって自分を責めるのはやめなさい。俺決めたのに。兄ちゃんを守るって約束したのに。どうすればいいんだよ。どうもしなくていいよ。今のお前にできることなんて何一つないんだから。お前が泣き叫べば二人が帰ってくるのか。ごめんね、あえて言葉選ばなかった。どう言おうが事実は変わらないんだからさ。ニール、しっかりして。あなたが信じないで誰が二人の帰りを信じるの。でも兄ちゃんは、もうテトラが言ったでしょ。ニールが泣いても二人は帰ってこないの。こんなところで立ち止まらない。戦争は終わったわけじゃないんだから、休んでなんていられないわよ。レオンもミーメルもニールのことを見てるわよ。そしてきっとこの世界が平和になったら戻ってくるから。ほら、いつまでもそうしてるとお兄ちゃんに笑われるわよ。それでもいいの？見ててね、兄ちゃん。俺やるから。兄ちゃんとミーメルに笑われないように頑張るから。行こうか少年。ああ。
ジーク、お前の息子がそっちに行ったぞ。今まで離れ離れになっていた分、これからはゆっくり親子の時間を過ごしてくれ。でかくなったガキと話すのは楽しいぞ。疲れるけど。さようなら、イメル。さようなら、レオン。